女性グループになってしまうんですけど、はい、日向坂さんっていうグループがいらっしゃって、はい、ちょうど僕と同じぐらいの年代の人たちがとても活躍されていて、3年間必死にやって今ここにいるんだっていう、その道筋がとても素晴らしくて、とても自分と同じ年代の人たちがそこまでやってるんだなって僕にとても感動して、そういったグループを目指しています。おはようございます。おはようございます。おはようございます。人生はドラマ、始まりは夜中、ビルの下にまたりない時間に張り合い、やつだけの手は大事な仲間、正直になるぜいつでも裸。歌ダンス未経験で入所してきて、かなり本人もすごくやる気がある子なので、3人の中でダントツに自主練をする、すごく努力家な子だと思います。あそう言われて雑草になれて、バトンすらも俺は乗りこなす。順位が低かったりとか、ダンス上手い人よりも劣っていたりしてたら、もうクッとこらえても自分で努力していくっていうのは強みではあります。見せ方とかであったり、その相手を引きつける力っていうのは、どういう見た目とか声に出るのかっていうのを研究して、いろんな人が盗みたいなというふうに思ってます。ミッションは全部で3つあります。最初のミッションはグループパフォーマンス評価となります。松田宝。ラップ調があったので、もうすぐこれだって決めました。1回目の7位からもう下がらずに、もう上がっていって1位を取り続けるぐらいの気持ちで今後やっていきたいなというふうに思いました。めんどくさいお願いなら、あ、せっかくせかす嫌だ。今日の一発ギャグ。テレ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 、またからパー。ありがとうございました。宝が結構面白い感じなので、結構ボケたりとか、それにみんながこう突っ込むみたいなのが結構多い。タコのジャンケン。大丈夫そうですか？やばいな。ちょっとピリピリする場面っていうのは絶対あると思うんですけど、そういう時にちょっと和ませるような雰囲気、リーダー引っ張っていくようなと思うんですけど、ちょっと後ろから支えてあげるような存在かなっていうふうには自分で感じています。こっちに来てから本当に趣味が激変して、前まで体を動かすの野球とか、もう外で球技とか走ったりサイクリングとかが好きなんですけど、こっち来てからアニメ見て、映画見て、読書してみたいな、完全に真逆になりました。もう普通にスタートしてる。もうせか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 世界を敵にしたぜ。待ちきり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 まで僕らはずっと一緒。君のことをどんな時でも守るよ。ラップの方にとても悩みがあって、自分の色をどう足していけばいい音楽にたどり着くのかなっていうのに最近とても悩んでいます。松田に書いておいて、松田に変異演習してみて。おはようございます。
ワンエンツーエンスリーフォー、あ、すごい、2人ともこう手ってなってたから肩でしっかりボンドドド。今日多分花はこのチームを見てあめっちゃ良かったと思ってしまったから、それより次にもっと良くなってるって思わせてもらわれへんかったらいいって思われへんかもしれんから頑張ってください。はい、とてもいい評価もらってるので本番までにもっとしっかりやっていかないなと思っています。すごいな、すごい、全然違えよ、マジでかっこいいかっこいいかっこいい、今のめっちゃいい、エロい、エロい、ちょっと吐かない、吐かない感じ、ルーカさん、いてるときはめっちゃいい、いてる、めっちゃいい、一番いい、めっちゃいい、一番漏れてるかも、一番漏れてる、そんなわけあるか、一番漏れてる。セカ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 世界を敵にしたって、待ちキリ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 まで僕らはずっと一緒、君のことをどんな時でも守るよ、誰がなんて言おうと、スイッチョー、マイペースな感じでまた面倒くさいお願いなら、あぜかにせかすの嫌だ、もう今度はやらないから、問題なんだいだらけでも行け、そんなとこからさ、スイッチョー、本当に正直言うと前の前回の時の方が私は良かったかなって思ってしまいました。なんかどこかがこう気抜けてるところがちょいちょい私的には見えてしまって、そこはちょっと残念やったなって思った部分は正直ありました。本番前に結構ここもあそこもここも直した案外じゃないってあらがちょっとちょくちょく出てきた面があったので、まあ、そこがちょっと詰めが甘かったかなっていうのが要因かなって思っています。松田宝くんです。ずっと自分の持ち味は何だろう、自分の色ってどう出していけばいいんだろうっていうふうにずっと悩んできたのがあって、そのままちょっと悩んだ部分が多いままこの本場にを迎えてしまったっていうのは本当に自分の力不足というか、審査員の皆さんの期待していた水準まで持ってきなかったのは本当に悔しいです。まだいけるぞ。ただいま。なんか泣きたかったんですけど、まあ、別に今泣いても仕方ないなっていうふうに思ってて、僕はなんかそういうムードメーカー的な存在がいいなっていうふうに思っていたんで、勇気とかも同じ赤バッジだったけど、まあ、次絶対にやってきたことを信じて頑張ろうって言ったので、ミッション1で脱落は決まったわけじゃないので。ミッションにはクリエイティブ評価となります。
違うな。ああ、セレクト大間違いだった。違いますね。シャツ着る？シャツ着ましょう。はい、シャツ着ようかな。すごく焦ってます。あとそろそろメイク入りたい。どうしよう。まだいいけど。選んだ服3点があって、それにこの靴も合わせてみたら、あ、これやばいなっていう風に、このまま全部着てしまってカメラの前に立ったらこれは偉いことになるなと思ってて、靴もなしですなしでいくらしいです。ちょっと表情が苦手で、自分の個性っていうか、結構自分の個性を出すにはどうしたらいいかっていうふうにここずっと前から悩んでたんですけど、そこは不安ですね。写真映えがすごいね。かっこいい。本当に最高です。最高です。一番切りやすかった。本当ですか。めちゃめちゃかっこよく撮っていただきました。では、いよいよ、第1位の発表です。松田宝くん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。いや、今本当に鳥肌と手のしびれが半端ないんですけど、とりあえずめちゃめちゃ安心しました。まあ、自分的にも本当に順位が大幅に上がったのは嬉しいので、そうなんですけど、やっぱり今後アーティストとしてやっていくためにはまずダンスと歌うっていうのがあるので、今回の金はなしということを考えて本当に臨んだ方がいいのかなっていうふうには今回思っています。ミッション3はオリジナル楽曲評価になります。これが皆さんにとって最後のミッションとなります。三林くんです。宮沢亮太郎くんです。お願いします。お願いします。お願いします。メインラッパーです。おおラブチームの練習1日目です。まだハマりきってないなというか、ちょっと複雑な、ちょっとどう見せていいかまだ自分自身分かっていない部分がまだラップではあります。よろしくお願いします。ちょっと離れすぎてて、やっぱりこの音楽とマッチしない。ズワッズワッと僕の感じでもう、チャッタッタモーみたいな、このぐらいの感じの方が絶対かっこいいです。はい、うん。手応えはあまりなく終わってしまったというか、工夫いろいろもうちょっとできたかなっていうので、中間チェックを迎えたので、まあ、そこはちょっと反省しているというか、もっとできたかなというふうに思います。結構一人暮らしさせていただいているので、時間は結構あったので、自分の時間はあったので、本当に自主練の時間とかも結構割くことができたので、デビューに向けて自分はやるだけ。おはようございます。おはようございます。じゃあ中間チェックを始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう歌とダンスが
こう一緒になってるところを見せてほしい。もう一回やってもらってもいいですか？はい、はい、もう一回見てもいいですか？もう一回行きましょうか。じゃあ、さっきからチームでずっと踊ってしんどいと思うので一人ずつ見たいです。いけますか？なんか花先生に見てもらうのもそうなんですけど、やっぱり他の13人にもやっぱりここで見せつけてやろうっていうか、おだからここまでやってきてるやんみたいな風に見せたいというのは、まあ一人で踊るってなってから思っていたので、自分の持ち味のパワフルなダンスというか大きいダンスというのを他のメンバーに見せることができたかなと思います。ラップの始まりは、いやもっといけると思うなと思います。と背中合わせるところあるやんか、それの待ってる瞬間に一瞬なんか数になってる感じがするから、そこはなんか流れでもうちょっと決めた方がいいかも。はい、はい、このブローアウトの練習生のオーディションがあるよみたいな風にを自分で探して見つけて、普通の親だったら普通に高校行ってそっからやってもいいんじゃないみたいなとか思うと思うんですけれど、このオーディション終わるまでいいよっていうふうに言っていただけたのが、まあいろいろ迷惑とかかけたのでありがたいなっていうふうに、自分はそこの期待に応えるというか、デビューしてまずは人恩返し、そこからまたいろいろ返していきたいなっていうふうに思っております。オリジナル楽曲評価の結果発表に参りましょう。ゴールドバッジ3人目は松田宝くんになります。ありがとうございます。おめでとうございます。では松田くん、ゴールドバッジつけてください。今までなかなかこういった結果で他人から認めてもらうっていうことがあまりなくて、ずっと18年間
辛かったんですけど、やっと認められた気がして本当に嬉しいです。デビューメンバー6人の発表です。ベクタルの1人目のメンバーは松田タカラくんです。自分自身本当に練習生を今年の1月から始めて、本当にデビューという目標を掲げてこっちの東京に一人で上京してきました。その上京するのを許してくれた両親には本当に今まで迷惑をかけていたんですけれど、今やっと一つ恩返しができたかなというふうに思います。絶対にこの他の13人のことはもう一生の思い出として体に染みついているので、これからどんな困難があっても13人の顔を思い出して世界で戦っていけるようなアーティストになっていけるよう本当に頑張っていきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。